皆さん、こんにちは。女子プロゴルファーの西郷真央さんを皆さんはご存知でしょうか。山下美夢有さんや笹生優花さんたちと同じ2001年度生まれの新世紀世代として注目の女子プロゴルファーです。そんな西郷真央さんの恋愛事情について調べてみました。西郷真央さんは結婚しているのでしょうか。調べてみたところ、西郷真央さんは結婚していません。年齢的に結婚していても不思議ではありませんが、結婚歴もなく独身です。ここで西郷真央さんのプロフィールを見ていきましょう。西郷真央さんは2001年10月8日生まれ、千葉県船橋市の出身です。現在島津製作所に所属しています。5歳の頃にゴルフ好きの父の練習について行ったことがきっかけとなり、父が使用していたミズノのクラブを手にしてボールを打ち始めました。船橋市立三山小学校の低学年の頃、地元の北谷ゴルフガーデンで練習を積んでいた時、2歳年上の稲見萌音さんもそこへ練習に来ていたそうです。4年生の11月から水野ゴルフアカデミーにて針谷勤さんに師事し、本格的にゴルフ指導を受け始めました。小学5年生時に初のホールインワンを出しています。その頃からプロを目指すようになり、ゴルフの上手い人は誰だって話になった時、私の名前が出てくるくらい強いプレイヤーになりたいと思うようになったという逸話が残っています。2013年6年時に彩りの国ジュニアゴルフ大会で優勝し、卒業直後に出場した第33回全国小学校ゴルフ選手権横尾ヨーカップ、2014年4月で優勝を果たしています。2014年中学進学では強豪校の麗澤中学校を選択し入学しました。後にプロテストで同時合格する吉田優里さんは1学年上です。同年の関東中学校ゴルフ選手権の個人戦で優勝しました。さらに全国中学校ゴルフ選手権大会の団体戦では3年連続で優勝を飾ります。2015年8月大東建託いい部屋ネットレディスに推薦でレギュラーツアー初出場しましたが、予選落ちしてしまいます。2016年中学3年時5月千葉県ジュニア選手権中学女子の部で優勝します。7月の世界ジュニアゴルフ選手権女子13歳14歳の部では4位タイで入賞しています。2017年麗澤高等学校進学後、高校1年の8月放置ジュニアゴルフ大会高校女子の部で優勝。10月 JNJG インターナショナルジュニアゴルフクラシック選手権で4位を収めます。2018年高校1年の1月に父が大のファンで日本プロゴルフ史に燦然と輝くレジェンドの尾崎雅史さんが主催したジュニアレッスン会に参加し、その後3月に尾崎雅史さんが設立したジャンボ尾崎ゴルフアカデミーに第1期生として入門することとなります。同1期生の佐久間あかりさんは1つ年下で、師匠のジャンボ尾崎さんからはセゴドンと呼ばれているそうです。高校2年時の関東高等学校ゴルフ選手権女子団体で優勝を果たしています。2019年高校3年の5月に千葉県ジュニアゴルフ高校女子の部で優勝しました。その後の活躍も続きますが、2019年12月9日の入会式を経て、2020年1月1日付で正式に日本女子プロゴルフ協会に入会登録し、名実ともにプロゴルファーとなりました。2020年からプロに転向し、2022年にはツアー初優勝を達成しています。また同年にツアー史上最速となるシーズン10戦で5勝という快挙も達成しました。ところで師匠のジャンボ尾崎さんからセゴドンの愛称で呼ばれている西郷真央さんには、結婚については噂レベルの話さえ全然見当たりませんでした。年齢的にも全然急ぐ必要はないですし、今はプロゴルファーとしてゴルフに集中したい時期なのかもしれません。特に2023年度シーズンに入ってからは調子を落としており、ファンからも心配の声が寄せられていました。ご本人としても辛く苦しい時期だったはずなので、恋愛方面に力を入れる余裕はなさそうです。ただ人生何があるかわからないので、きっかけさえあればトントン拍子に話が進む可能性は十分あります。そしてもし嬉しいご報告が届いたなら、多くのファンたちから祝福してもらえるはずです。そのため結婚相手となる旦那さんとどんなご縁で結ばれるのか今から楽しみです。
西郷真央さんに現在彼氏はいないようです。ご本人が公言しているわけではないので正確なことは分かりませんが、熱愛報道なども全然見当たりません。そのため特定のお相手はいないように見えます。アマチュア時代から好成績を残していて、プロになってからも賞金ランキング上位にランクインするほどの選手です。ツアーでは各地を転戦する必要がありますし、合間の練習時間を考えるとあまり恋愛に時間は取れないかもしれません。そもそも競技を優先している場合は彼氏を作る気がない可能性もあります。それに男性との出会い自体はイベントなどでたくさんあるかもしれませんが、単純にいいご縁がない場合もあります。ただプロのアスリートとして素晴らしい成績を残し、ルックス的にも可愛らしい彼女なので、好意を寄せる男性はたくさんいるはずです。素敵なお相手が見つかれば、交際から結婚まで一気にお話が進んでもおかしくないと思います。西郷真央さんの元彼はどなたなのでしょうか。ご本人からお話しれたことはありませんし、噂レベルのお話さえ見当たりません。20代前半の若い選手なので、元彼となると学生時代のお話になりそうです。その場合わざわざ話す必要がないから公表していない可能性が高そうです。もしくは小さい頃からゴルフを頑張ってきたため、恋愛方面のご縁はあまりなかったのかもしれません。西郷真央さんの好きな男性のタイプを調べてみましたが、分かりませんでした。インタビューなどで質問されていそうですが、全然見当たりません。何か参考になりそうなお話がないかも探してみましたが、紹介できそうなものもありませんでした。そのためあまりこだわりがないタイプなのかもしれません。以前結局はフィーリングが大切と言われたりするように、理想のタイプとは全然違う人に心惹かれる時もありますからね。そう考えるとあまり絞り込まないようにしていた方がいいご縁に恵まれる可能性は高くなりそうです。西郷真央さんの結婚願望について調べてみました。しかし分かりませんでした。少なくとも何歳までに結婚したいといった希望や予定はないようです。そのためもしかするとあまり興味がないタイプなのかもしれません。結婚が全てではないですし、自分に居心地のいい過ごし方ができればアスリートにとってはいいことなのでしょう。もちろんいいご縁があれば素敵な旦那さんと結婚して幸せなご家庭を築いてほしいと思います。前述の通り、西郷真央さんは2019年にプロテストに合格し、尾崎雅史さんが主催するジャンボ尾崎ゴルフアカデミーの1期生でもあります。そんな戦績のすごい西郷真央さんですが、スカート姿を見たことがありません。プレー中もそうですが、私服ではどうなのでしょうか。西郷真央さんのプレーを見ているとパンツ姿が多い印象を受けます。西郷真央さんはスカートを履かないのでしょうか。これについては SNS でも話題になっていました。スカートタイプの画像を探してみましたが、プロに転向後はパンツスタイルのみのようです。西郷真央さんはなぜスカートを履かないのでしょうか。こちらについては以前インタビューで次のように答えています。勝負ウェアはパンツ派と語っています。ですのでスカートを履かずパンツスタイルで統一しているのでしょう。つまり西郷真央さんにとって常に勝負時であるということになります。また験担ぎの意味もあるのかもしれません。西郷真央さんがずっとパンツスタイルを通しているのは、どんな試合でも真剣勝負、パンツスタイル保つことで集中力が増し士気も高められるのではと推察します。では私服ではスカートを履くのでしょうか。2022年の女子プロツアー開幕の前夜祭、2022年3月の際にスカートを履いている画像がありました。前夜祭ということで他の女子選手もドレスアップして参加されています。ヒールも慣れていないせいかローヒールの靴を履かれていました。ただこのようにプレー以外の場ではスカートを選んでいることから、プライベートにおいても20歳の女の子ですし、スカートを履いておしゃれを楽しんでいるのではないでしょうか。西郷真央さんが昨年大会で国内ツアー初優勝を飾ったシーズン開幕戦ダイキンオーキッドレディス、3月2日から沖縄琉球 GC でエントリー締め切りの10日までに出場登録を行わずに欠場となりました。その上で日本女子プロゴルフ協会 JLPGA のツアー規定により罰金100万円を課されることが決まったという報道が2023年2月10日なされました。西郷真央さんは昨年4月のパナソニックオープンレディースでツアー4勝目を飾り、
同大会優勝者に与えられる3月2日開幕の米ツアー HSBC 女子世界選手権シンガポールの出場権を獲得していました。今回はその権利を生かして HSBC に出場するため同週開催のダイキンオーキッド欠場を余儀なくされ、規定第5章出場義務第25条ツアー競技優勝者の翌年度出場義務に抵触することになったとしています。 JLPGA によると、昨年のパナソニック開催時、出場選手に今大会に優勝して HSBC に出る場合でもツアー規定による出場義務は免除されないと説明していました。 HSBC がツアー規定で出場義務免除となる海外メジャー同様のトーナメント事業部が承認した競技に該当しない旨も通知していたといいます。また JLPGA の説明では、ツアー優勝者が海外ツアー競技の出場資格を得ることがあくまで当該ツアー競技の規約であり、ツアー競技優勝者の翌年度出場義務のようなツアー規定ではないため、西郷真央さんの罰金はツアー規定が優先されたとしています。いかがだったでしょうか。今回は西郷真央さんの恋愛事情や近況について見てきました。日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯が2023年9月8日の第2日目を終えました。西郷真央さんが4バーディー1ボギーの69で回り、通算8アンダー136でホールアウト時点で首位をキープしています。インスタートで最終9番パー5はバーディー締めとなりました。パッティングがずっと入らなかったので最後近くについて入ってくれた、ずっとチャンスにつけられてはいたので内容的にいいプレーができましたが、なかなか決まりそうな距離が決まらなかったという一日でしたと振り返っていました。前日は午後組で遅くまでプレーしていたので体力的な部分で心配されましたが、急いで帰って7時間半の睡眠をとったといいます。睡眠時間をちゃんと確保したくて疲労が全然抜けてない感じがしちゃうので、なるべく7時間半はと明かしていました。さて、絶好の位置で決勝ラウンドを迎えることになります。どのような試合展開になるのか楽しみです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。